こんにちは、横浜の英子です。今日は GU で購入したものを紹介させていただきます。よかったらご覧ください。申し訳ないんですけれども、もう着させていただいているこちらなんですね。でこちらがセーターになってまして、私人生初のこういう風なモコモコしたセーターを購入しました。こちらの方のお値段が1990円だったんですね。それでレシートを見るとこちら 30% オフになって引かれてるんですね。ですのでとってもお買い得だったので購入しました。お色の方はオフホワイトで、こう毛がモコモコしている割には全然毛が飛ばなくってすごくいいんですね。それでブラックかオフホワイトか迷ったんですけれども、レフ板代わりになるのでオフホワイトを購入しました。ソファーの上に上がってみますね。このスカートは手持ちのスカートなんですけれども、上がモコモコしてる V ネックのセーターなので、下はなるべくすっきりしたスカートを履くように心がけています。こちらの方はモコモコしてなければインをしたいスカートなんですけれども、こういう風にモコモコして、先ほどインをしてみたんですけれども、やはりかなり太って見えるので、こういう風な感じで着るようにしています。こちらの薄いパープルのスカートは膝下15センチぐらいのすっきりしたスカートなんですね。ですのでこのセーターにはこのスカートがぴったりかなと思って合わせてみました。先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、モコモコしたセーターは人生初なんですね。ですがやはり GU などはお値段がお買い得なので、いろいろなお洋服に挑戦できるのでとても楽しいです。今日は GU で購入しましたこちらのフェザーオーバー V ネックセーターの方を紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。